指定暴力団稲川会横須賀一角組員の望月陽介ら7人が逮捕されたが、そのうちの3名は不起訴であった。事件があったのは横須賀市の繁華街の駐車場で被害者である鈴木翔を殴る蹴るなどして鈴木を死亡させたとして逃走していた組員らなど7人が横須賀警察署に出頭してきた。横須賀一家の組員は実に礼儀が厳しい組織であることから逃げる行為はヤクザとしては恥であるので堂々と出頭したのだ。鈴木は事件直前近くのキャバクラ店を出た後今野容疑者とトラブルになっていた。逮捕されたのは稲川会横須賀一家の金井組員である望月陽介と望月雄介は兄弟であり、今野は横須賀一家の組員である稲川会一ノ瀬一家が経営するキャバクラ店の金庫が襲われて200万円近い金が奪われたようだ。キャバクラ店のボーイをしていた鈴木が一ノ瀬一家のキャバクラ店の金庫を襲い200万円を奪い逃げていて、横須賀のキャバクラ店で飲んでいたところをキャバクラ店から横須賀一家に連絡が入り、横須賀一家の組員が鈴木が店から出てきたところを襲撃したようだが、横須賀一家は稲川会の中では武闘派の中の武闘派組織であり、縄張りを荒らされたら命を懸けて行動する組織である。横須賀一家は金持ち一家と言われるぐらい資金力は豊富であり、乞食ヤクザは見当たらないと言われる。横須賀一家の石井総長は2代目稲川会会長であり、先代の稲川会初代会長の実子稲川裕子を預かり、3代目にしたのは稲川会2代目石井会長である。横須賀は横須賀一家一色であり、よそ者は誰も入れない。横須賀一家は片木さんを大切にするヤクザであり、地元での評判は大変にいい。今回の事件は亡くなった鈴木が稲川会一ノ瀬一家のキャバクラ店を襲撃しながら飲み歩いてを繰り返したことが原因である。いくら片木でもヤクザに喧嘩を売れば命はないのだ。傷害致死なら7年ほどで終わるのはヤクザなら誰でも分かっているのだ。しかしながら相手は片木であるから殺すまで暴行を加えるのはキャバクラで働くボーイなどに対しての見せしめだろう。夜の商売には必ずと言ってもいいほどヤクザが仕切っているものである。横須賀一家も10代目まで続いているが、経済ヤクザと言われ東の石井、西の匠と言われていたが、匠組は絶縁されてしまった。時代は変わり、横須賀一家はまだ続いているのはやはり石井総長の生き方をきちんと継承してきたからなのか。組員は減少しているが、横須賀は横須賀一家一色であるのは間違いないであろう。